皆さんこんにちは、今日は、このセッションを聞きに来ていただいてありがとうございます。今回のワールドキャンプ東京かなり、セッションのトラック数が広いんで多いんでどれを、聞きに行くか結構迷うと思うんですけど、本当に今日来ていただいてありがとうございます。で、今日はですね、このタイトルの通りワードプレスの、公式ディレクトリに、自分で作ったテーマを、登録してみようというところで、お話をさせていただきたいと思います。まず簡単に自己紹介なんですけれども、僕いつも名古屋の方で株式会社ベクトルという会社をやっています。フリーランス独立して初めて今6期目に突入したところです。ちなみによく株式会社ビズベクトルって間違えられるんですけど株式会社ベクトルです。で、普段はこういったワードキャンプとかのイベントなんかでもちょくちょくお話しさせていただいてます。で、今年のワードキャンプ東京のテーマが、モアパブリッシングということなんですけれども、全然関係ないんですけどスケボーブログを毎日毎日頑張って書いてます。今日もちゃんと、更新してきましたということで、皆さんも頑張ってパブリッシングしましょうということで、で毎日更新すると結構新しい、なんかスケーターの人とつながりが増えたりするんで、いいかなと思いますけど毎日更新すると、なんかちょっと開発する時間とかも取られたりするんでブログを書くのもほどほどにしましょう。はい、で、はい、問題です。であと、で普段テーマ作ってますビズベクトルっていうテーマ、これは結構前から作ってるんで、使ったことある方とか、ビズベクトル使ったことあるとか知ってるって方はどれくらいいらっしゃいますか。あ、結構いますね。ありがとうございます。はい、ビズベクトルっていうテーマ使ってて、これが今、3年半ぐらいリリースして、17万ダウンロードくらいしていただいてるんですけど、あと7月にライトニングっていう新しい公式テーマを、開発しました。で、今日の全体的な、お話の内容になるんですけれども、公式テーマ、作成して、公開すると、どんないいことがあるんだよっていうことと、実際じゃあそれをどうやってビジネスモデルにしていくのか、ビズベクトルのマネタイズとかどうなっているのかっていう話と、じゃあいざ自分で公式テーマを作成しようって、思った時にどんなことに気をつけたらいいのかっていうところと、公式テーマ申請から公開まで、大体どんな流れになっているのかで実際、公式テーマを登録しても、やっぱりなるべくたくさんダウンロードされないといろいろ結果がついてこないので、より多く結果が出せるようにはどうするかっていうようなことについてお話しさせていただければなと思っています。で、まずはじめに公式テーマ作成公開のメリットなんですけれども、単純にですね公式テーマディレクトリに登録してあれば自分のテーマを全然知らなかった人でも、管理画面の方からインストール、することができます。はい、皆さんも普通になんかテーマいいのないかなと思って管理画面から、インストールしたことがある人はたくさんいると思うんですけれども、自分で宣伝しなくても日本国内じゃなくても勝手に、なんか外国の人が使ってくれて、結構なんかコメントで君のテーマ好きだぜとか、 なんか素晴らしいテーマだねとかコメントくれたりします。たまに君のコピーライターどうやって消すんだっていう英語の質問が来たりもします。これはなんかバンコク共通なんだなと思ったりしてます。で、あとですね、公式テーマ作者、だとちょっと自慢できます。右側にキャプチャーあるんですけどワードプレスの登録の自分のプロフィールページとかにこの人はそのテーマ作者ですよとかプラグイン作者ですよみたいなバッジが表示されます。で公式テーマやっぱり登録しているということでブランディングになりますので、自分、うちの会社とかフリーランスの方なんかが、うちは公式テーマ登録していますみたいな形で、名刺とか、ウェブサイトなんかで PR をすると初めて
このワードプレスの組み込みとかを検討している会社さんからの信頼度などが上がりますので、結構ブランディングになるかなと思います。あとこういうワードキャンプみたいな1日ですごいたくさんの人と知り合うような場面だと、こんなテーマ作ってますとか、こんなプラグイン作ってますよみたいなことをお話していったりとか、名刺に書いていると、ちゃんと名刺交換した人が覚えて書いていただけるので、他の開発者の方とすごく交流がしやすくなります。なので僕もビズベクトルとか公開してからいろんなワードプレス詳しい人とも、交流ができて、困った時とか割とレスポンスよく助けてもらえたりっていうメリットがあります。あとはですね、公開していると、本当にオープンに公開しているので、地味にフィードバックが得られます。で、そもそも公式ディレクトリに登録しようとすると、公式に登録するためのルールに従って、コーディングをしていかないといけないので、登録すること自体が、すごく勉強になります。であと本当にたくさんの人が使うので、結構作った側が全然想定してない使い方をしてくることがあって、そういった場面でのバグの報告であったりとか、もっとここはこういうふうに改善できないのみたいなフィードバックを得ることができます。でこういうのって自宅のサイト制作なんかで、作っているものっていうのは結構やっぱりどうしてもテストする時間が限られてしまったりとか、するので、自分で気をつけて作っていたつもりでもどうしてもイレギュラーな不具合が発生してしまったりとか、一度作ったコードとかって割と他の案件でも使い回すことが多いと思うんですけど、そういった時にやっぱりオープンに公開しているものであれば日々改善されていくので、どんどんソースコードの精度が上がっていくとか、あともっと詳しい人からもっとここはこうした方がいいよとかっていうこととかもいろいろアドバイスがもらえます。で、とは言ってもやっぱりなかなかお金にならないと継続していくのは難しいなとは思うんですけれども、公式テーマを使ってもらって、アップグレード版プレミアムテーマなどの販売へ誘導したりとか、自分の作ったテーマのサポートであったりとかカスタマイズして、することで、お金に変えていくっていうのも主流だと思います。でこのあたりはまた後で改めてお話しします。で、テーマやプラグインでのビジネスモデルの例なんですけれども、一番一般的に行われているのはそのベースとなるテーマとかプラグインであったりとかっていうのは、まず公式ディレクトリに登録して、無料で配布して、ユーザーはみんな無料で使えるので、数を、まず出します。で、それで指示をしてもらって、それに対してさらにもっとこのアイテムを買ったら便利になりますよみたいな有料のプラグインを後から販売するっていうのが、一般的にはその個人とか、フリーランスの方とか小規模の会社なんかがやるには、一番やりやすいビジネスモデルなんではないかなと思います。例えばうちのビズベクトルの例ですと、テーマ自体は無料で配っているんですけれども、そのテーマに対して機能は一緒なんですけれど、プラグインを入れることによって別のデザインを使うことができるっていうようなプラグインを販売しています。でただし、このアドオン、こういう有料プラグイン販売するときに結構難しいのが、100% GPL っていう、ワードプレスのプラグインやテーマである以上 GPL を採用しないといけないんですけれども、この全てのファイルを GPL にするっていう 100% GPL のライセンスで、販売すると、テーマなんかよくこのテーマは1URL1 ライセンスですよみたいに歌ってあることがよく多いんですけど、実際にはこういう制限を、使うことができなかったりして、
なので1個作っただけで制作会社さんとか、まあ、1つのライセンスを買えば何案件でも使えるということで、なかなかちょっと儲からないかなみたいな面も少なからずあったりします。でちょっとそういうやり取りを今裏でやってる一番大きいところで話してる西川さんっていう方とちょこっとやり取りした経緯がブログなんかに載っているので、このスライドまた後で展開しますので、ぜひこういう記事とかも一読いただければなと思います。あとサポートを売るっていうビジネスモデルも結構よくやられてます。そうですね、実際に僕なんかテーマ出してるので、よく本当にカスタマイズしてくださいとか、使い方が分かりませんみたいな問い合わせがあるんですけれども、そういったものに対して、カスタマイズ料金を取って業務をしたりということも行っています。あと海外、日本ではほとんどないんですけれども、海外だとそういうフォーラム、問い合わせのためのフォーラムに、そもそもアクセスする権限を有料で販売するっていうものであったりとか、あとそのプレミアムテーマのバージョンアップを優勝にするっていうことにして、最初にお話したんですけど、1個買ったらもういろんなところで使い回せて全然継続的にお金が入ってこないじゃないかっていう問題もあるんですけれども、海外なんかだとその定期的なバージョンアップを買うためには追加でお金を払ってくださいみたいな、そんな感じで、やっているところが多いです。でも正直ちょっと面倒くさそうかなとか思って、今のところうちではこういう形式ではやっていないです。テーマではちょっと少ないんですけれども、サーバーレスト型っていうのが結構あります。そのプラグインとかテーマ自体を、売ってそれがいくらっていうわけではなくて、そのプラグインがを経由して、サーバーと連携するサービスによってお金を発生するというものなんですけれど、一番有名なのはワードプレスデフォルトで入っているアルシメットっていう、スパムを検出するプラグインがあると思うんですけれど、これ個人、確か個人で使ってる分には全然無料でいいんですけど、コマーシャルユーズとかだと、API キーを登録して本当は課金をしないといけないんですけれど、このプラグイン自体は無料なんだけれども、このプラグインが他のサーバーと連携して、ちゃんと機能するっていうようなタイプだと、その連携しているサーバーの利用料みたいな形でお金が発生したりとか、同じくこれもワードプレス .com さんが出している定期バックアップのバリュートプレスっていうプラグインなんですけれど、これも定期的に他のサーバー側でバックアップをするので、そのサーバーのバックアップ料金としてお金を、マネタイズしたりしています。で、同じくこれも、サーバー型で、他のホームページに入っている画像を他のサーバーに、登録転送して、その画像を読み込みに行くことによって、表示を高速化できるというサービスなんですけれども、これもそのサーバーの利用料という形でマネタイズをしています。実際、僕らが販売しているビズベクトル関連について、どんな感じでマネタイズしていくかというと、そもそも、これ発表したのが2012年の2月でもう随分経ったんですけれど、これは公式テーマではなくて、普通に自分で作って自分で作ったサイトで、公開しました。で、当時、何もそのテンプレートファイルの PHP とかを全然触らずに、ビジネス向けのサイトが完成して、それがレスポンシブ対応ということで、当時そのスマホサイトの需要がなんかもうスマホ対応しないといけないよねっていうタイミングでうまくリリースをできたので、あとワードプレスの知り合いの皆さんがみんな、協力して宣伝してくれたので、おかげさまで結構ダウンロードいただいてます。はい、で、ただ、これは無料で配っているだけなので全然お金になっていなくて、で、どうやってこれ、最初あんまりマネタイズとかそんなに深く考えずに、とりあえず作ったっていうところ
あるんですけれど、一番最初に売り始めたのは一番フッターのところにあるコピーライトを、消すプラグインを、売り始めました。でこれは単純に問い合わせフォームからコピーライトの消し方を教えてくださいという問い合わせがバンバン来たりとか、まあ、そういうこともあったんですけど、まあ、それで実際リリースしてからまあ10ヶ月ぐらいの段階で、累計1万5000ダウンロードぐらいして、これ全部タダで配ってたけど、なんかこうあれこれ1個100円とかでも売ったら150万円になってたりねみたいなところがあって、でそれでまあ単純にそのフッターのコピーライトを消すっていうプラグインを、販売してみました。で、まあ、GPL なんでもちろん自分で消す分には構わないんですけれども、やっぱり、ウェブ制作の仕事をしてない人とかも使い方が消し方がわからないとか、あと自分で消すとバージョンアップした時にまた上書きされてしまうのでっていうところで、これは結構よく買っていただいてます。で最初980円で売り始めたんですけど、途中でいろいろ苦しい諸事情により1480円に値上げさせていただきました。であとはですね、テーマのデザイン自体は無料で作ってる、配布しているけれども、色を変えるだけのプラグインとか、あと最初の方でもお話したんですけど、そもそも別のデザインに、切り替えることができるプラグインであったりとかを売っています。であとちょっとこれが特殊かなと思うんですけれど、ビズベクトル使うと、いろんな設定画面とかに、ビズベクトルからのお知らせを表示してます。なのでこれはもうもちろん無料で配布しているけれども、新しいサービスをリリースしたときに、常にこちらとしても広告PR したいという面もありますし、単純にビズベクトルの不具合とかバージョンアップのお知らせをするために表示したりしているんですけれども、そういったものを配信しています。でただしこれはこういうのが表示されているとクライアントさんが制作会社さんがクライアント枠で作ったときに、エンドのクライアントさんからあれこれって無料のテーマで作ったよねみたいに突っ込まれてしまったりするので、まあ、そういうビズベクトルだっていうところにたどってくるところを消すだけのプラグインを、売り始めて、これもまあ割とこれは価格高めなんですけど、ちょくちょく買っていただいてます。で、続けて、まあ、ちょっとレイアウトが変えれるプラグインとか、ベクトル標準2カラムなので3カラムにできるプラグインとか、実績のコンテンツを作りやすくするプラグインとかっていうのを、売ったりしていきます。で、じゃあ次に、公式テーマ作成の注意点というところなんですけれども、多分このセッションを聞きに来られている方は公式のテーマとか登録してみようかなと検討していると思うんですけれども、ビズベクトルで作ったときにちょっと一番失敗したのは、僕が個人的にそのテーマを入れて使えるサイトにするまでものすごいたくさんのプラグインを入れないといけないというのが、なんか毎回ちまちまプラグインを入れるのが面倒くさいということで、テーマにたくさんの機能を詰め込んで作ったっていう経緯があって、なので、よくあるいいねボタンとかカスタム投稿タイプとかもテーマに含んでたんですけれども、公式テーマに、掲載するルールとしてあんまり機能の面はそのテーマの中に含めちゃいけないというルールがあって、ビズベクトルをもう後から公式テーマに登録しようとしてもなんかすでに収集がつかない状態に、なってしまってて、なので、まあ、だいぶ機能を削ぎ落とした、バージョンを登録をしたりしました。でなので新規で、公式テーマを作る場合ですね、ちょっと気をつけないといけないのが、公式テーマっていうのは人間のレビューアーがちゃんとチェックをしています。なので、機能追加とかしてるとそもそも審査の段階で跳ねられてしまいます。機能面はもうプラグインでやるっていうことになってます。で、あと機能がたくさん入れてしまうとレビューアーは人間が全部確認しているので、レビューにすごい時間がかかってしまって、実際にダウンロードできるようになるまで時間がかかったりします。で、
何か機能追加をの改善をするときも全部レビュー待ちになってしまうので、テーマに関してはもうとにかく軽く作るということが重要になってきます。で、公式テーマでマネタイズするのがちょっと難しいというポイントがあるんですけれども、マネタイズするためにはこんな有料プラグインがありますよみたいなのを広告を、お知らせをしないといけないんですけれども、公式テーマって結構厳しくて、テーマオプション画面とかにビズベクトルは表示してたんですけど、テーマオプション画面が、非推奨なんで、そもそももう使わせてもらえないとか、あとダッシュボードに広告とか入るプラグインとか多いんですけど、これもテーマだとアウトで跳ねられてしまいます。で、公式でどうやって宣伝するかっていうところになるんですけど、テーマをインストールした時点で一緒にこのプラグインを使ってくださいみたいに、こういう案内をすることは今のところ OK です。で、それに関してはこの TGM っていう特殊なプラグインがあるんですけれども、これをテーマの中に含めて、じゃあ一緒にインストールさせたいプラグイン名とかを登録すると、ダウンロードできるようになります。なの でそれで同梱でこのプラグインを使ってくださいっていうプラグインから広告を出したりすることは OK です。であと注意しないといけないのはその有料版への誘導なんですけど、テーマによっていろんなやり方をしているあります。でこのテーマのやり方すごいいいなと思って、じゃあ真似して実装するとレビュアーによってはそのやり方はダメだよって言われちゃったりすることがあります。でそう言われたときに、いやいやいや、でもこのテーマで使ってるからいいでしょって言われても、ダメな方はダメって跳ねられてしまうので、だから他のテーマで使われているから OK だとは変わらないです。で、なので、これを7月ぐらいに新しいライトニングっていう、極力軽くしたテーマを、キーディレクトリーに、新規で登録しました。でこっちのテーマは本当に余計な、機能を持たないシンプルな構造になっていて、で機能に関する面に関しては一個一個の機能をそれぞれのプラグインにするんではなくて、一つのプラグインにたくさん詰め込んで、テーマと同時開発したプラグインをセットで使えば非常に高機能なテーマになるっていうようなタイプで作っています。なので、ライトニングをインストールすると、上の方に、こちらのプラグインをインストールしてくださいという案内が出て、こちらのプラグインをインストールすると、SNS の連携機能であったりとか、OG タグとか自動で出してくれたりとか、いろんな機能があります。で機能が多いと重くなっちゃうので、でも、僕はちょっとの機能だけでいいんだよっていう人のために必要じゃない機能が多くできるような作りになっています。で公式ディレクトリーの、テーマ作成手順なんですけれども、そもそもまずガイドラインというのが公開されていますので、公式テーマを作ろうとしたら、まずは一通り、ガイドラインを見ていただいた方がいいと思います。でテーマを作ったらテーマチェックっていうプラグインがあって、このプラグインを通すと、そもそも使っちゃいけない関数であったりとか、もうこの古くなってるコードを押してある場合はもうここは書き換えてくださいというアラートが出るようになっています。でそもそもこのテーマチェックで通ってないと今はもうテーマのアップロード自体ができないようになっています。でテーマ制作に関して詳しい資料は他の、開発者の方とかが日本語で作ったスライドとかありますので、自分で作ろうと思っている方はじっくりちょっと内容を、見ていただければと思います。で、テーマを作成したら、wordpress.org から zip ファイルでアップロードします。でアップロードすると結構レビュアーがついてくれるまで時間がかかるんですけれど、今だと新規でテーマをアップロードしてからレビューしてもらうまでに7週間待ちぐらいあります。なので、レビューアーさんがついてくれるといろいろ問題があるところとかを指摘されてくるんですけど、この辺やり取り全部英語なんで、Google 翻訳と一緒に頑張って、僕も日々葛藤したりしてます。
で、レビューアーさんが OK だって言ってから、この人自体はそんな承認権限を持っていなくて、実際に管理画面からダウンロードにできるように、する権限を持った人の、チェック待ちっていうのが結構あります。これも今5週間待ちとかそれぐらいになるので割と、時間かかります。なのでテーマ登録しようとする人はこれ あんまり録画とかされてないので割と最低限のところまで作って先に上げちゃってからどんどんアップロードした方がいいと思います、はい。で公式ディレクトリに登録が完了すると、めでたくダウンロードされるようになります、はい。なので、最初にテーマ作ってアップロードして、その間に、何週間か待ってレビュアーがついてレビューしてもらって修正してってやり取りをして、それからキーレビュアーについてもらうまで、5週間待ちでとかってあったりするので結構大変です。なのでただこのテーマレビューって皆さんみんな参加できるんですよ。で他のテーマを早くレビューすることができれば自分の順番が回ってくるのが早くなるの で明日コントリビューターデーというのがあって、テーマのレビューも、ありますのでぜひテーマレビューに皆さんも参加してほしいなと思います。でそういうのに参加するとどこがダメなのかというのも分かってくると思いますので、はい。で、じゃあ本当にダウンロードしてもらわないと意味がないんで、どうやったらダウンロードたくさんしてもらうかというところで最初に登録された時にが一番重要です。最初に登録されると最新っていうダウンロードページの項目に自分の登録したテーマが出ますので、ここが目立つ場所なのでこの目立つ場所に表示されてもらっているうちにどんだけダウンロードしてもらうかっていうのがすごい重要になってきます。大体他のテーマのダウンロード数を見ると平均でここに最新に上がってから200から1日200から300ダウンロードくらいが平均かなと思っています。で、次に最新の他にポピュラー、人気のテーマというところがあるんですけど、ここに入っていると安定してダウンロードされるんですけどこの最新で入っている時にたくさんダウンロードしてもらってそれで人気のページにも表示されるように滑り込めるかどうかっていうのがかなり重要になってきます。であとそれとは別にフューチャードっていう注目のテーマっていうところに掲載されるときも、かなり大きくダウンロードされます。右の方にビゴって跳ね上がっているときはこのフューチャードに、登録表示されるとこんだけ一気にブーストが上がったりします。でライトニングなんですけどライトニングは最初登録した時に、500ぐらいダウンロードされてあ全然僕これどれぐらいダウンロードしてもらえるか見るために自分で宣伝しなかったんですけどこんだけダウンロードされたのですごいいいなと思ってたんですけど、最新のところに表示されてる期間が終わって他のテーマにどんどん押しやられてしまったらまたガクッとダウンロード数が下がってしまってでただアップデートをかけると更新をかけるとその更新でまたダウンロードがされるので、そういう意味では比較的定期的に更新するのもダウンロード数を稼ぐのに大事なんじゃないかなと思っています。であとスクリーンショットテーマの、テーマ一覧かこの画面に出るスクリーンショットですね。このスクリーンショットを作らないといけないんですけどこのスクリーンショットが自分で画面を組み合わせたりするのはアウトで初期状態でどんなページになるかっていう画面じゃないといけないです。でなので初期状態でトップページのスライドショーに大きい画像とかを使うようにしてその画像の中に好きなビジュアルとかここがすごいんだよみたいなキャッチコピーを含めてしまうっていうのは結構有効になってきます。なのでこのビジュアルの中で本当にダウンロードしたくなるようなビジュアルにします。であとプレビュー機能とかもあるのでプレビューがスカスカだとダウンロードしてもらえないです。で、あとは有料サービスへの動線がしっかりないといけないので公式テーマ登録して見に来てくれるときにちゃんと使い方のページであったりとか有料サービスの案内のページがないとせっかくたくさんダウンロードしてもらってもマネタイズにつながらないので、公開されるときに合わせてちゃんと公式ページとかも用意しておくといいと思います、はい。なので、公式申請時にとにかく、テーマ側には機能は極力本当に含めないというのと、
あとは併用でプラグインをインストールすることができるので、この機能をまあちょっと積極的にうまく効果的に活用するといいかなと思います。であと公式登録されたときにしっかり、自分の宣伝説明ページを用意しておいたりとか、あとアップデートも定期的に行ってダウンロード数を、稼ぐということが重要なんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで登録されると、本当に世界中の人に、使ってもらえるので、なんかすごく楽しく幸せになるんじゃないかなと思います。なのでぜひ、この後もアンダースコア S をベースに公式テーマを作ってみようみたいなハンズオンもあったりしますし、ぜひ皆さんもテーマ作って公開してみてください。以上で発表終わります。ありがとうございました。